モニターに出します。あ、はい、接続しました。発信地点を絞り込みました。こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。アーマー X が2回連続続いたので、今回はコマンドミッションのヒロインにして、このゲーム最後のオペレーター、7で行く。デザインの力の入りようがすごいわ。コマンドミッションはロックマンゼロとデザインを似せて制作しているとのことだが、実際最後に登場した原作オペレーターであるためか、原作よりも 2D、3D、ともに可愛らしさが大幅にパワーアップしていると言えるな。そういや、オペレーターキャラは7が最後なんだっけね。というわけで彼女の紹介を少ししよう。彼女の名前はナナ。ロックマン X コマンドミッション第3話、偽りの英雄で登場した非戦闘員のオペレーター。彼女が登場した当初、彼女目当てにコマンドミッションをプレイして、マッシモのエピソードが熱すぎるあまり彼女の存在がどうでも良くなったという報告がツイッターを賑わせた。どういう報告だよ。コマンドミッションにおける女子キャラは確かに可愛いが、シナリオは厳然とした硬派な内容だからな。そういうところを強調した作品じゃない以上、ナナの可愛さがどうでも良くなるのも頷ける。声優は後にロックマンでアイスマンを演じることになる神田明美さんだ。今回は彼女を使って遊んでいくことにしよう。今回はどういう動画になるのかしら。今回はヤコブボス、難易度チャレンジを1回やって、いつも通り対戦でいく。ヤコブのボス戦とかありなのか。ヤコブボス戦ではおまけも用意したので、楽しめることだろう。おまけ？見てのお楽しみだ。では、始めていくことにしよう。通信入ります。いきなりボス戦なのか。ごとつしたし、ちょうどボス戦があったんでな。しまった。どうしたの、6メガ君。カード装備すんの忘れてた。こいつらは行動不能耐性がないと結構辛いんじゃないか。まあやれる限りやっていくことにしよう。装備している武器はもうおなじみとなったダイブバスター。相変わらず普通に撃ってるだけでとんでもない火力だわ。行動不能耐性がないからあっさり捕まった。相変わらず行動不能が好きな運営だぜ。別に行動不能が好きってわけでもないんじゃ。好きじゃなかったらこんなコンビ組ませやしないだろう。徹底的に行動不能にして何もさせないスタイル。行動不能耐性持ってきていないのは辛いわね。カードの重要性を忘れていたぜ。彼女はどんなスキルを使うのかしら。スキルの一つはドメガアタック。アイス、ファイア、サンダーのうちどれか一つを切り替え可能で、それでダメージを与えることができる。原作においては投擲アイテムでの攻撃に分類される。 RPG ならではの戦い方がスキルになったか。もう一つは高精度解析。ダメージを与えながら防御弱化状態にする。ちなみに防御弱化状態の目標に攻撃を加えると3割ライフを回復する。結構食らいまくってるのに全然ライフに余裕があるのはそれが理由か。何を高精度解析してどうやってダメージを発生させているのかしら。それはわからんが、上手いプレイヤーが使うとかなりのインフレ具合を感じることができる性能ではあるようだ。アニジェはナナの強さを実感できなかったのか。立て続けに3回以上スキルを打つことができて、スキル発動時に無敵になれるわけだから弱いはずはないのだが、極端な強さにも感じないといったところか。特に対戦では強弱がかなり激しく感じたキャラかなと思う。チャレンジとはいえダークマンさん5のライフを100本削ってるからかなり強いんじゃないかしら。ライフ削ってるメインウェポンはどっちかというとダイブバスターじゃないかな。ダイブバスターが出た時期はかなり後発だから、キャラより武器の方が強いってのはあるかもしれないわな。そういえば武器全然切り替えてないわね。切り替える必要自体ないからな。もともとあったゲーム性が壊れてないかこれ。今更といえば今更ではある。だからといってこれ一つで何でも解決というとそういうわけでもないが、これ一つあればどんなコンテンツでもこなせるような気がするわ。さすがに対戦だとこれ一つでどうにかってわけにはいかないようだ。同じことを考えている人も普通にいるだろうしな。最強の矛と矛をぶつけ合わせたら矛盾が生じるってことか。まあそういうことだな。行動不能耐性があればもっと削れたわねこれ。また戦う機会があったらそのあたりは注意するとしておこう。とはいえできればこういう連中とはやっぱり戦いたくはないな。まあまあ削れたってところか。これでヤコブ終わるんか。いや、せっかくだから。動くな。
インフレの極地となったアーマー X に蹂躙してもらおう。もちろん行動不能耐性は持たせてな。なんだこの X？ レーザーとギガアタックらしき攻撃が絶え間なく続いてるわ。ギガアタックエネルギーはチャージできるよう連続極太レーザーを打つと回復し、レーザーを打ち切ったらまたギガアタックの永久期間、クールタイムの存在意義すら失うほどの圧倒的強化力、そして回復機能や防御アップまでついているので、間違いなくこのゲームの最強最後のアーマー X だ。これ一つでタイムアタック以外の全てのコンテンツを制覇できる。プラズマが残っているところから察するとこれはプラズマレーザーショットと名付けるべきなのか？詳細についてはこれを実際に使う動画の時に改めて説明しよう。というわけでバトル終了。理不尽アーマー。こんなの対戦で使ったら。対戦でこれ使ってる人同士ならいい勝負にはなるんじゃないか。それじゃあ対戦に行くとするか。まずはアブソリュートゼロか。コマンドミッション対決。さて、対戦における使い勝手はどうかな。確かめてみることにしよう。いきなり不穏だな。今回の配信では序盤にいろいろやってキャッシュが溜まってるっぽいから、その影響かもしれんな。お相手さんやっときた。こちらはいつでも動ける状態であることをジャンプでアピール。伝わったと判断したら動くとしよう。動き出したわね。ではまずスピードアップアイテムを取る。そういや今回はダイバスじゃないんだな。対戦相手とのバランス取りのことを考えてな。強い武器で蹂躙しても面白くもなんともないし。前回も言ってたわねそれ。このゲームの対戦は戦力が拮抗している方が明らかに楽しいからな。先にやられたか。でも向こうも結構減っているわ。まだまだひっくり返されない状況だなこれは。慎重に立ち回っていきたいところ。勝ち星は並んだ。オペレーターが各地アーマーを撃破するってなんか妙な気持ちね。それは俺も思ったがこのゲームではよくあることだ。今さら気にしちゃいけねえ。確かにいちいち気にしていたらキリがないよね。ナナさんの動きが鈍ったわ。絡みじゃアースで動きを鈍らされた王だな。よしやったぜ。一気に有利になった。勝利にリーチがかかったわね。なんかあんまりスキル使ってなくないか。対戦でもナナのスキルは結構強いらしいんだが、効果的に使うタイミングがわからんのだ。そんなに使いづらいんか。スキルの効果範囲が分かりづらいといった方が正しいかな。ドンキが並んだわ。まだ十分勝てる範囲だ。スピードアップアイテムはなし。こちらから攻めに行った方が良さそうだ。鉄壁。さあどうなる？無敵状態からのスキルと武器の連続攻撃がうまく機能したな。オペレーター下克上。本編ではありえない状況。だから F なのさこのゲームは。続いては久しぶりに見たハルピュア。ダブルセイバー対ダブルセイバー。ノーマルセイバーって今使えるのかしら？キャラ登場時期を考えるとこれくらいがちょうどいいと思ってな。通信入ります。では懐かしくソードブライド。久しぶりに見たなその移動の仕方。出た当初はこの武器がセイバー系最強だったな。そんな時代もあったねー。うまく裏を変えたかしら？向こうの状況が見えないからなんとも言えないがおそらくはそうだろう。無敵状態でやり過ごしたか？スキル連続発動が効いたな。先に勝ち星を挙げたか。ダブルセイバーの感じはどうかしら？リチャージ系とクールタイム系で使い分けていくことでそれぞれに役割ができている感じがするな。攻撃力増強のために普段はブライ。近づいたタイミングでセイバーと切り替えるとうまくそれぞれの特性を活かしやすいかもしれない。来たぞ兄貴。増強の見極めが難しいな。帰り討ちにあったわ。スキルを打つべきだったかもしれんな。マジで兄者スキルの使い方わかってない感じなのか。マジでわかっていない感じだぞ。向こうもどのタイミングで無敵になってたかわからんかった。ナナのスキルの射程距離はもしかして武器依存なのか。ちゃんと検証してみないとわからんなそこは。スキルが見事に当たったわ。ドメガサンダーの雷撃がうまく当たったぜ。結構有利に立つ使いは多いね。このまま勝利につながるかしら？有利ではあるが過信は良くないな。お相手さんは下にいる。ここは攻めることにしよう。一気に決着をつけるのか。おそらく接近戦ではこちらが有利のはず。押し切れるかしら？無敵時間管理が勝敗を分けたかもしれん。かもしれんなのか？録画見直してもよくわからんかったのさ。そういうこともあるのね。
最後は同じ武器同士での対決。珍しい対戦カードになったわね。今回は3回なんだな。今回の配信はストレート勝ちかストレート負けのどっちかで動画映えするものが少なくてな。通信入ります。やる前から確信していたが、このアクセルは強いぞ。なんでそんなことがわかる？対戦相手がこの人だからだ。6メガ君のよく知る人みたいね。少なくとも俺よりも7とアクセルは知っているはず。すげえ、本当に先に倒した。スキルを使わなかったのはなぜかしら？アクセルはローリング中は完全無敵。その上カメリオによる無敵もあるから、スキルがダメージチャンスにならなかったんだ。無敵になるために使うって発想は出てこなかったんだな。押し切れるか？よし、並んだ。すげえいい勝負だ。ライフと残機が完全に並んだわ。フロスト銀河での早期決着をつけるのも難しいな。うおお、どうなる？まずい、一旦体勢を立て直す。スピードダウンがきついわ。スキル打てばいけたんじゃないか？仮に7のスキルの射程が武器依存だとしたら、適当に打っても当たらんだろう。スピードダウン状態で殴り殺されることを防ぐべきだ。ローリングで近づいてきた。サミダレショットのフルヒットは避けたい。並んだ。どっちだ？うおお。グー。リーチかかった。ローリングが上手すぎる。攻め時を考える必要があるね。キャラ性能差が経験で埋められている感じだわ。このままストレートで負けはしない。うかつに近づけん。なんか高度な読み合いみたいなものが発生している。これでどうだ？よし、並んだ。フロスト銀河の減速がきついぜ。やられるぞ兄者。逃げ場などもうない。ここで決着をつける。フロスト銀河の連続ダメージ。スキルでどうだ？減り切らない。勝つのはどっちだ？熱い戦いだった。負けて何も悔いのない戦いだった。これは拍手を送るしかないわ。パチ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 。というわけで今回はここまでだな。ラスト熱すぎやろ。まだこんな戦いができたのね、このゲーム。来週も配信、動画でこんな戦いができることを祈るよ。次回は誰で行く予定だ？それは配信枠を作るまでのお楽しみだ。というわけで、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。